どうも競馬ナビゲータータの竹志です今回は平安ステークスの予想をしていきたいと思いますいろいろ施工条件が変わったり時期変わったりとあるんですけど、えー、とりあえず10年分ということで見ていきたいと思いますまず人気ステップですけど2番人気が不審という特徴があります復勝率10%ということで上位時の中では不審ですね1番人気は3205なのでまずまずです 2点目がアンタレス組が王道55344ということで主要路線と言えますちなみに連帯馬10頭中6頭はアンタレスステークスで5着以下なのでそこまで着順は気にしなくて OK ですそしてフェブラリーステークス出走馬に注目該当馬は2137ということで非常に好成績ですそして年齢その他まず45歳の馬 この2世代で発祥ということで非常に強いです。2点目、阪神ダートで勝ち倉のある馬。過去10年の3着になれば30頭中27頭が該当。なぜか京都のレースなのに阪神ダートの実績が重要になっています。そして前走で6番人気以内に支持されていた馬。該当馬の復祥率25%となっています。まあコース紹介。京都ダート1900メートル。 1008に比べてスタート地点 100m 後ろのため、枠順による有利不利は多少緩和されます。それでも逃げ先行馬が有利な状況は変わりません。4コーナー10番手からと馬圏圏内は非常に厳しいでしょう。では血統ラップのお話。このコース、金亀全野ロブロイが強いコースです。血統的には金亀を代表としたミスプロ系が強く。えー、父母問わず注目したいです。 一方で、人気馬は、米国型、ノーザンダンサー系の地を持っていると、信頼度がアップしている印象があります。コース的には、ペースが速くなろうと、遅かろうと、4コーナー5番手以内でないと、馬券圏内突入が非常に厳しいです。たとえハイペースになっても、10番手以下だと厳しいので、早めに押し上げられるタイプ、もしくは内枠から、すぐすると上がっていけるタイプがいいと思います。馬券のポイント。 上位人気だと1と3番人気がまずまずということで2番人気が不審なのはさっき話した通りです6番人気以下のアナウンは9回来ていますがなんと7番人気10番人気12番人気でも1着があるので人気薄の頭まで警戒すべきだと思います前走1600万組は苦戦傾向ちなみに重症化前走だとしても10番人気以下だと00023ということで前走の人気は気にしたいところです また、指しタイプの馬が外枠に入った場合は過信禁物かなと思います。では、今日この段階ではまだまだ、えー、枠順決まってないので、当日のチェックポイントですね。前走から金量走の馬は控えたいということで、2013年以降、該当する馬は01017。そして上位人気をチェック。買うなら2番人気より1と3番人気ということで、当日、えー、リアルタイムで見られる方はこの辺り。 ぜひ人気と枠順などチェックしてみてくださいでは以上を踏まえて人気馬と穴馬から2頭ずつまず人気馬からサンライズソワ前走フェブラリーステークスということで迷うてきての差が出たと思います戦ってきた相手やレースを考えればここではレベルが違うはずだと思います何より関西圏のダート戦ならいまだに副処理率100%ということが守られているのでここは自力を信じたいと思います 続いて中和ウィザード。若干爪山のイメージありますが、2走前の東海ステークスでは、後のワ1馬インティに0.3秒差2着。ここなら力は上位のはずですし、後位から中段で競馬ができるのも魅力です。出遅れとかそういったアクシデントさえなければ、競馬券圏,圏内有望だと思います。そして穴馬から。1投目クイーンマンボ。昨年このレース2着ということで適性はあると思います。 その際は14番ということで、えー、外枠だったんですけど、スムーズに流れに乗って、4コーナーも、えー、若干外回してロスあったと思うんですけど、それでも最後までしっかり伸びて、好印象を抱かせるレースでした。前走はボバ相手に55キロのハンデということで、1着2着ボバが54キロだったので、えー、それはちょっと仕方ない、厳しかったかなと思います。得意の京都で54キロのハンデなら馬券圏内あると思います。最後、ハイランドピーク。前走は正直、 ラップも別にそこまで厳しくなかった上に、えー、ちょっとだらしない敗戦だと思うんですが最後は無理して追っていなかったのでなんかアクシデントがあったのかなとちょっとそのあたりは不明ですけどね、えー、エルムステックス勝ちから G3 なら十分やれていいはずですし今回はメンバー的にも楽逃げが期待できる構成瀧旋太が奇襲ですしコースタートからすんなり鼻を取ってくれたら粘り腰あるかなと思います ということで注目はこの4頭オメガパフュームは差し脚筆に加えて5 9キロですね、まあ、休み明けもあるけどその後のハンデが課題ですねアナザー・トゥルスは前走非常に強かったんですがアンタレクス・ステークスのカチューマは不審傾向過去10年連勝してる馬はいないという点は気がかり最後に穴でもう1頭上げるなら上段キング前走は外を回る不利がありながら一瞬おっと思わせる伸び足だったので 初住所にしては上場の内容だったと思います。慣れを見込めれば、全、ま、身、あ、あってもいいかなということで、余裕ある方は上段キングまで買ってもいいかなと思います。ということで、予想は以上。お知らせということで、前回やりました。えー、競馬初心者向き講座と言ってますけど、実際はみんなでワイワイガヤガヤ競馬場で楽しむ、初めての東京競馬場を旅するということで、えー、ツアーみたいな感じです。 第2弾ですね。先月非常に楽しかったです、えー。本当に参加していただいたあの方、ありがとうございます。ということで、えー、第2弾、詳細は、あのストアカというですね、これも前回話していますけど、えー、いろんな講座だったり、教室を開催できるホームページがありまして、えー、Google でも Yahoo 検索でも、ストアカと打っていただいて、えー、ページが出たら、競馬ということで、サイト内検索すると、僕の講座がすぐ出てきます。 ぜひそこから申し込み、えー、確認していただいてよかったらお申し込みくださいで。もちろん題名初心者向きと書いてあるんですけどクロートのファンの参加の OK、えー、ですね。もちろんクロートファンの方も大丈夫ですのでぜひぜひみんなで楽しく東京競馬場歩こうということで、えー、ぜひこのストアカ今結構流行ってるみたいでですね、えー、テレビコマーシャルとか新聞にも載ってるようなのでぜひぜひお時間の時にストアカで検索してみてください。 えー、そして最後に今週オークスですけど、えー、土曜日前日最終予想ラジオ放送しようかなと迷ってるところなのでもしぜひぜひまたラジオというか生放送をやってほしいという方いらっしゃったらコメント待ってますコメントもしくは、えー、もしグッド評価この動画多かったらラジオ放送皆さん要望されてるということで判断しますので、えー、ちょっとグッド評価100近くいったらやってみようかななんて今検討してますのでそのあたりもぜひコメントお待ちしております では今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございました。ではまた。